さん、こんにちは。今日もご覧くださってありがとうございます。今日も学校のワークショップルームです。ハンモックがいっぱいぶら下がっております。カラフルですよね。さあ、今日もいつもの通り私のルーディーからスタートさせていただいております。さあ皆さん、今日はいかがお過ごしでしたでしょうか。さあね、今日もこの動画を通じて一緒に動きましょう。動くと体も心も晴れ晴れすっきり、元気になります。さあ、今日もこうやって動画を通じてつながり合えることありがたいです。嬉しいです。ありがとうございます、インストラクターの大谷です。今日はですね、短時間で全身をほぐします、整えます、引き締めます、伸びる動的ストレッチ効果的、そして引き締めますということで行っていきたいと思います。はい、では早速なんですけれども、タッ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 、動くとですね、脳からセロトニンという体を心を良くしてくれるホルモンが出ます。それだけじゃない、他のいろんなホルモンもね出てくるんですけれども、そして動くということは筋肉が動くとですね、ちょうど内臓をマッサージしているようなね効果もあるんですね。はい、では足をブラ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 、はい、手もブラブラとしますよ。肩が凝ってるっていう方は腕特にブラブラしちゃいましょう。ほっ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 、はい、そして頭をタッピングします。この時にですね、顔も顔の筋肉も動かしましょう、ね、ずっとパソコンと向き合ってた方は顔がキューッと立ってたかもしれませんよ。はい、耳を触って顎を動かしますと頭蓋骨の筋肉の調整になり小顔になります。はい、そして胸の腕、これもですね、よくほらオリンピック選手とかお相撲さんは試合前にタッピングしてるじゃないですか、呼吸がしやすくなるんですね。さあ、肩周り、ここに手を当てると気持ちいいなってところに当てて振動をかけましょう。体を上下に、はい、反対もですね、ここ当てると気持ちいいなっていうところ、そして体を振動をかけましょう。はい、ブラ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 、はい、骨盤を横に動いてます。骨盤を横に動いてます。そうしながらちょっと跳ねてますね。はい、では足踏みします。ダッダッダッダン、ちなみにですね、今ちょっとほぐれたのでいい姿勢が取りやすくなっていると思うんですが、右タブ、そして肩の真ん中、肩甲、大天使、くるぶしまで一直線です。で、多くの方がですね、頭がちょっとここ前に倒れすぎている場合が多いので、程よくここの空間を開けましょう。はい、そしてここの胸の間の骨をさすりますね。はい、では手をブラーッ前後、はい、ツイスト、はい、肩を後ろを、はい、背中側、ぐっ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 と動かしますね。はい、もう一度前後、後ろに振るように、はい、横、はい、交互に後ろ、はい、背中側、はい、そして少し後ろに蹴ります。はい、両手を引きます。ふっ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 、4、はい、3、はい、2、1、今度背中が気持ちいいなって角度に腕を引いてください。ふっふっ、はい、前にしますけど、ツイストしましょう。はい、ほっ、あのこれ骨盤をね、前に押し出すようなイメージで動いくと動きやすいですよ。はい、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 そして外側部とすねのところですね、このすねがほぐれると膝とかも、動きやすくなりますし、正座とかしゃがむのもね、しゃがみやすくなるんですね。はい、はい、それではですね、脇腹気持ちよく、ちょっと展開が早いかもしれませんが、一緒に見ながら、ね、動きましょう。はい、伸び伸びと動かしますね。さあ、伸びながら引き締まってきました。はい、反対です。伸び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 、はい、では交互にします。はい、背中と肩を気持ちよく、お腹の下腹から後ろを振り返りましょう。はい、そしてですね、骨盤を動かすんですが、動きの大きさは小さくてもいいので、なるべく上にグッと引っ張られてるイメージで動きましょう。はい、反対、
この辺を特に伸ばしたいですね。この股関節のあたりが伸ばしたいですね。はい、そして前後ろ、それにこの肩も加えます。股関節のこの前側伸びて、でぐーっと体を上に持ち上げるようなイメージです。はい、そして手を後ろにぎゅーっと肩甲骨寄せます。はい、ぎゅーっと、ぎゅーっと、はい、ふわー、はい、後ろ、はい、そしてもう一回胸を上、はい、そしてここを伸ばしましょう。この倒れる角度は無理なくマイペースで、はい、お尻を後ろに突き出します。そして手をついたら片足を後ろで前、はい、後ろ、はい、前、はい、後ろ、足が伸びながら引き締まりますね。はい、ではよいしょっとですね、足を入れ替えましょう。はい、骨盤から前、後ろ、前、後ろ、前、後ろ、前、はい、そしてお腹をしっかりして、これきついなという方はですね、膝を床についてぐーっと骨盤を下から上に押し上げましょう。うわー、はーい、反対にしますね。この骨盤の横をぐっと押し上げてください。そして背骨をしっかり伸ばして、伸び伸び、うわー、うわー、はーい、リバースです。膝を曲げてる方がポジション取りやすいんですが、よかったら足を伸ばすとお腹と腰にも足も引き締まります。前屈しやすいですね。そしてペタペタペタ、はい、起き上がりましょう。ではもう一度持ち上げますよ。うわー、前屈しやすいです。ペタペタペタっと背骨をつけて、はい、そしてふー、うわー、どうですか。ふー、ぎゅー、はーい、では足をちょっとわざと近づけて、近づけて、そして足の土踏まずを伸ばします。よかったら正座をします。さらにはこれで持ち上げましょう。うわー、このまま寝れたらこのままなんですけれども、さあではですね、足を立ててください。そしてグッとヒップアップです。チャレンジしてもよかったらブリッジです。うわー、はーい、それではですね、ブラ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 、1、2、腰をペタッとつける、3、4、5、6、7、8、9、10、ツイストします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、ゴロー。さあ、それでは皆さん、よいしょと、でしょうか。短時間全身シェイプアップほぐれました。皆さん最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。また明日もご覧ください。そしてこの後もどうかハッピーでありますように。ありがとうございました。大谷でした。